こんにちは。こんにちは。今回は名品展の時に僕が大学にお渡しした僕の鉢、大野さんを植えてくれるということでいいんですか？ということですね。すいません。とても難しい鉢です。難しい鉢ですか？はい。面白い鉢なんですけど難しい鉢です。いろいろ考えて、ここにこういう切れ目があって、なんかね、これを利用しない手はないなと思って、はいはい、ここに草とか苔とかつけてみようかなと思いました。で、中身の方は清姫もみじ。清姫もみじっていうのは欅みたいに、ね、なるもみじで、結構可愛らしく、目出しがとても可愛くて。根もいいですね、これ。うん、そうそうそう。なんでね、これもう元々こういう風に作ってありますから、これから切るっていう作業はないんですけど、これをこれに植えてみると。はい。とりあえずはここに針金をつけたい。アルミ線をつけるという作業。鉢にアルミ線をつける？うん、一箇所だけ。固形だけだと簡単なんですよ。ここにケト土をつけて苔を張ればいいんですけど、何か草とかを植えるとするとちょっと乾燥した時にポコッと落っこっちゃうから、はい、一箇所だけこっちの大きい方にやってみようかなと思います。アルミ線を石につけるというやり方がありまして、こういう風にね、はい、小さい石ですが、小さい木を植える時にこうやってアルミ線をくっつけるんですよ、そのやり方をここでちょっとやってみようかと思います。これは瞬間接着剤と、これセメントの粉ですね、はい、まずこういう風に、よいしょ、 U の字っぽくして、はい、でこれがここにこうつくわけですよ、でこれ取るのがね、力入れば取れますから、はい、後から邪魔だったら取れます。どうやるかと言いますと、まずここにこれを乗っける。難しいですよ、難しいですよ。これ開けとかないためですね。瞬間接着剤。これを開けといて、これをここに置いて、そして粉をパラパラと、パラパラと、なんとなくここに粉を置きます。それでここに接着剤を垂らします。はい、これ。でしばらく手で押さえます。はい、押さえてないと。鉢自体に針金つけるって初めてですね。初めてですよね。うん、私も初めて。石はよく使うんですけど、ちょっと乾燥するまでね、このまんま置いときますね。あ、倒れちゃった。あ、もしかしたら石と違って粘土なんで染み込んだのかもしれない。あ、接着剤が。石はね、すぐ乾燥しちゃうんですよ。多めじゃないとくっつかないかもしれない、ね、これはこれで置いときます、はい、もみじを、このもみじはね、清姫結構刺して古いですよ、古いですね。今年はこの清姫もみじも立春盆栽大市で売っております、はい、年数が何年か違うのがあるので、値段がお安いのからちょっといい値段になってると、2種類になってますけれども、小さい鉢に植えたい人は安い方のでも十分いけるかもしれない、こういうね、苗木はね、とんでもないことが起こってるんです。洗います。こっちか。ほらじゃじゃーん、ほんとだ。ここがね、刺したのがここにあって、こっから鉢が根っこ出てるんですけど、ここまであるのね。このまんまじゃ植えにくいし、ね、2段になってしょう。勝手に上から出てくるんですか、根っこ。そうですね。便利っちゃ便利ですね。便利っていうのも変だけど、ちょうどここに節があったんだと思うんですよ、でこの場合どうするかっていうと、うちはこれ取っちゃいます。下のやつ、はい、いきます。根っここんなにあるんですよ。これ植えといても出そうだよ。出そう、出るんですかね。出そうだよ。もみじってこうパツって切っても出るからね。で、あと根っこの状態がここから出てるのでね、これ以上切っちゃうとちょっと根が少なくなりすぎちゃうので、ここはこれで終わりにして、はい、それでこれ少し切りますね。
もみじ平気です、今切ってもね、はい、でその時下に向いて硬い根が時々あるんですよ、うん、これがそうだったんだけど、これあの曲げるの大変な時はちょっと短めにして、はい、面白いでしょう、埋めといてみようか、そうですね、面白そう。こっから芽が吹いたら面白いのできるでしょ、ね、意外と吹くんだよね、もみじってね。寝伏せ？寝伏せっていうか、まあ、幹があれば、幹があれば、うん、例えば金図もそうだけど、ここで切ってもこっから出ますから。そうですね、うん、もみじもそういう、そうですよ。これね、切った後、かわいそうでしょ、だから気にヌールをね、はい、ここで塗ります。切った後に墨を塗ります。桜の苗木もみんな2段になってます。あのここにいっぱいあるけどこう2段になってぶっつり切ってのがありますね、はい、これも全部商品ですか？そう、もちろんあの国風にも持ってきますけれども、うん、うちが3月に桜祭りを上野のお山のてっぺんでやるので、はいはいはい、それに向けて大量に植え替えを、うんうん、2週間ぐらいね、桜満開の下でやるんでね、あっという間になくなっちゃう、うん、安いですよ。安いです。安くないとね、何しろね、お花見に来た人がね、ふらっと寄って買うお値段という、ね、うん、なるほど。じゃあまずはもみじを、うん、はい、はい、もみじ植えます。あ、くっついた、くっついた、こういうふうにくっつきました、うん、はい、ここに草の根っこをね止めるだけなんで、うんうん、まあ、取れちゃうかもしれないんですが、何もやらないよりはいいかな、はい、ですね、もみじね、多分ね入ります。で、あんま深くしちゃうとこの粘りが見えないので、こっちが前かな、こんな感じだしね、はい、うん、だいぶ土入りますよ、だから、うんうん、浮かせますからね、うん、アルミ線にぶつかるとアルミ線取れちゃいそうなんで、はい、これ結構山にして、いつもちょっとしか入れないんですけど、今回はこのアーチ深いのでこんな感じになりますね。こっち前ですね。これまだ土がね足んないぐらいですよ、これ、うんうん、その場合ね、土を入れちゃってから止めます、うん、ほら浮いてるでしょ、浮いてます、ね、前にほら根っこがないのよ、これね、うん、前にね、でもこれ裏表逆にするわけにもいかないので、ここに入れて、木の高さを固定してる感じですね。そう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 、うんうん、木がね沈んじゃうとほらみっともないから、針金で止める前にあの土を入れちゃう方法ですね、こういう風に、ね、ある程度入れちゃわないと沈んじゃうんでね。だからこの木はものすごい薄い鉢に入るってことですよ、うんうん、そういう木だったんですね。あの木の種類によっては、あの根っこの具合によってはね、浅いのに入らないのもあるし、硬根ののもあるし、本当にあの苗木っていうのは困ったもんで、うん、一本一本全部違いますから、その辺がね当たり外れがあるんですよ。でここでギュッとやって止めれば、あとはこれ根っこはいいですよね、止めやすくて、うん、そうですね、はい、でまた穴がねちゃんと開いてるから、あ、針金穴が開いてるね、鉢は好きです。とても楽です。よかった。特にね、四角い鉢はね、真ん中1個だと困るんですよね。止めようがないっていうのがよくありますから。よ、後ろから支えましょうか。これはこっちから。土が入っちゃうからひっくり返せない。うんうん、そこがね、植え替えの時にね、先に土入れると厄介なのがね。よし。よし。いいでしょう、はい、でもう一回よくつつきます。一回ね、これね植えちゃってから横にやるのがとても難しいかもしれないけれど、水やります。よいしょ、清姫の葉っぱは小さいですからね、この山もみじより全然ね、目出しすごい綺麗ですよね、うん、あのただ紅葉がね、真っ赤になりにくいんですよね。あ、うん、さあ、こっからですね、でも、はい、じゃあ、はい、ケト土です。次はですね、これはうちで配合したやつですね、はい、ケト土に水苔と赤玉土を混ぜてあります。はい、薄くつけるんですね、ここに、うん、薄くすごい、
これじゃ多いぐらいですね、ここにちょっと草をつけたいので、結構土ないとかわいそうでしょ。でこっちは苔だけにして、はい、こっちも苔だけにしようかなと思うんですけど、一箇所ワンポイントで、今の時期だったらやっぱりこれかなと思って、さっきちょっと使ったんですけど、何でしたっけ、姫の月味噌、姫の月味噌、今真っ赤になってますね。でこれ根っこね、うんと短くしても全然平気ですから、これから切っちゃいます、はい、こんなに長いのでいらないですね、でこれをここにつけるにあたって、うまく入るかな、よいしょ、もうちょっと根っこ切った方がいいかな、とりあえず根っこを止めないことにはね、しょうがないので、根をこう巻きつける形ね。でこれちょっと長いのだったら切っちゃいますね。でそれから位置を直して、でこの根っこも少し中に突っ込む形、けど土の中に突っ込みます。うん、斬新。でもそういう鉢を作ったのはあなたですから、なんかやりたくなるような鉢だなと思った。もしこれが大きいなと思ったら、これ葉っぱ減らすんです。こうやって、来ちゃってます、真ん中から出るからね、どんどん、別に切っちゃったってどうつことはないです。でこっちの根っこもこの中突っ込む、あとはギュッと押さえて、面白いじゃないですか。ね、本当はあのこうシュッシュッってしたのが欲しかったんだけど、今の時期枯れててね、ソビなんか面白いかなと思ったんだけど、枯れててねないの。この溝の中に、そうこんな感じで入れてって、溝はね面白いのだけれど、まあこのまま使っても使えなくはないですけどね。ただ。ゴミたまんじゃないとかいろんなこと言われてたんで、ゴミがたまる前に埋めちゃう埋めといて苔をくっつけてみようかと、後で綺麗に洗えば大丈夫でしょう。わけわかんないことをやってますね。これ斬新だ。じゃああとは苔張りですよ、はい、苔はね薄いの、なるだけ薄いのがいい、これいい苔ですよ、タイが取ってきた苔、はい、これを薄くしてね、抜けます。あんまり出っ張ってもおかしいんで、なるだけ薄くはしたいんですが、限度がありますね、やっぱりある程度は出ちゃうと、出ちゃうよね、やっぱりね。この上の土のところに苔張ったのとつなげるのかどうなのかみたいな、つなげた方がいいですかね。それはやってみてダメだったら取ればいいんじゃないですか。つなげることもできますけどね、まだらになっちゃいけない。でもね、張ってね1週間もするとふわーっとしてくるから、はいはい、大丈夫なんですけどね。とりあえずこうやって張りましたが、これがうまくくっついちゃえば、勝手に増殖するんですが、草はうまくいったね。そうですね、苔があれなんですね。なんとかなった、はい、完成。苔が活着しちゃえば大丈夫、大正のうちは水かけるときにそっとかけないと、はい、落っこっちゃいます。やっぱりいいんじゃないですか、面白くないですか。これは落ちない、大丈夫、それがなんかね、アルミ線で止めたからね。ただちょっとここから多分上に伸びてくったりするんですかね、根っこがこう、ああこう、ね、行きますよ、行きますよ、鉢の中に入り込もうとします。それはそれでなんか面白そう、でこれ咲くからね、花花咲くとどうなるんでしょう。この辺で黄色い花咲くんですけど ね、びっくりですよ。それどういう風に咲くか、多分日光が上にあるんだからこう横にはいかないので、たこういう風に立ち上がると思います、花芽がギュッとね。多分あのこの鉢自体も水吸うんで結構、そうですよね、これ結構いけると思います。そうそう、この鉢すごい吸うもんね。そうそうそう、びっくりして色変わりますからね、水かけるとね。あ、実験でした、実験でした。ありがとうございます、ありがとうございます。おまきです、ね、そう、今植え替えたやつね、
ぱいあります。あ、いっぱいある、うん、だから教室で使いたいっていう人なんか10本とか買うので、うん、多めにはしてあるんですけれどもね。で、これを植え替えたやつがあっちにあるんですよ、はいはい、それで根の状態によって、うんうん、こんだけ鉢が変わりますよ。うーん、なるほど。これなんかは下が株立ちみたいな2段、さっき2段切ったじゃないですか、はいはいはい、切った上根だけで植わってるんですけど、結構根があったんですよね。だからこの状態で大きくしないようにしてもらえば、はいはい、うん、これいいですね。こういうやつはやっぱりこれも粗いですけど、うん、枝はこれもほらあの2段でしたね、はいはい、浅い鉢に植えるのは2段は意外と有効なんですよね、うん、あとはねやっぱ肩根っていうかこっちの根っこを取っちゃうと、うん、バカになっちゃうからここが、はいはい、これを利用して石かませる、うんうん、こういう風にね、まあ、まだ苔張ってないけれども、これ根っこが太くなれば石から取れなくなって面白いのができますね、うん、1年でだいぶ変わるんですよ ね。であとはまあだいたいノーマルだとこんな感じ、ここ長いんでちょっと深めにしたり、ごく普通に植えるとこんな感じ、はい、いろんなパターンが、あの根っこを見てから鉢を選ぶ、はい、なんで鉢を先に用意しても、うん、無駄かもしれない。そうですね、たくさんいろんな形のがあった方がいい色と。そうですね、うん、だから鉢っていうのは大事ですよ、はい、木が生きるか死ぬかは鉢次第です、うん、鉢次第で、あとゆっくり作るんだったら土鉢ね、土鉢の浅いやつに植えちゃえばね、うん、一回それでもう上も下も根もしっかりさせてから植えればどんな鉢にでも入ります、はい、これは見本みたいに作ったものなんで、うん、これは見本です。で、清姫と長寿梅、長寿梅いっぱい、長寿梅も山ほど、長寿梅も大きいのはここには置いてないけど、こっちが白でこっちが赤ですね、はいはい、これね、あとミレケヤキ、ミレケヤキもこれ金芽です、うん、金芽は葉っぱがちっちゃくて、あの斑入りなんですよね、ちょっとね、葉の縁に白い斑が入るんだけど、ものすごい目出しが綺麗なんですよね。これはおすすめです。あとまだ根巻きにしてないんでうーん、あとは普通の豆盆栽と普通の苗木と鉢、なるほど、鉢ですね。オーバイも花が咲いてオーバイもね、咲ききらないように今外に置いてありますけど、うんうん、こっちのはどうでしょう、うん、鉢に上がるか根巻きになるか、はいはいはい、まだわからない。梅も結構あるんですか。梅はもうこれで終わりですよ、もう咲いちゃってダメです、今年は、うんうん、これがすごいいい木なんですよ。これね、これ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 こうこうこう植えたかった、うんうんうん、ね、少しこうこういう感じでね、だけど鉢がなかったので、鉢がないんで、鉢がないってこう鉢待ちです。やばいですからいいですよ、はい、持ってくは持ってくんですか。持ってきます、持ってくけど鉢がないから、だから鉢がない時買った方がお得かも。いや、そうです、安いですよ、はい、僕が咲いたと、ね、これがね非売になってるけどね、誰か持ってっちゃうから。これあれですよ、河津桜ですよ。今上がってきたでしょ。難しいんです、河津桜、小さくこの辺から枝出したいと思ってもなかなか出てこない、羽がないんだもん切っちゃうと枯れちゃうんです。長寿梅もこっちの方が細かいですよね、良さそうですよね。これいいですよ、これそんなに埋まってないですもんね、この浅さだと、うん、そう。で、さらにね、ものすごい小葉、うん、これの、これを1年違いかな、うんうん、これはあの根巻きにするんですけど、ちゃんと浅鉢に植えてちゃん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 切ってるとこうなります。1年違いですよ、これ。これ雪の下がいっぱい、ああいいですね、はい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 、これね、葉っぱちっちゃいやつですよね、これ。そう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 、これもっとちっちゃくなんですよね、小さい鉢に入れるとね、うん、一番ちっちゃいのこの感じのやつで埋まりますから、うん、浅鉢でやってもらうと。
これを一体これも持ってきました。あ、うん、これはレンザンです。これからちょっと掃除して、なんかみんな動画でね紹介したやつたちなんで、そうですね、作り方は調べれば出てくるかな。そうですね、レンザンはね今の時期だとねボケなんだけどね、なかなか膨らんでくんないんですよ、うん、たまに式ボケ花がね膨らんでくんないの。これそうなんだけど咲くとすごい面白いんですよ。あの斑入り赤と白が咲くやつ、うん、挿し木の梅まだ全然作ってないからこれからかっこよくしたいなと思ってて、うん、何本かは持ってきますね。全部は持ってかないと思うけど、うん、梅もこっちにもあるんですよね。これ花芽がないからここは花芽のあるやつを持っていくと、うん、咲かないじゃしょうがないからね。あれはもう咲いちゃったし、うん、あの長くなってるのは挿し木用なんです。 あれは面白い、葉っぱがすごいちっちゃい梅なんで挿してから、うん、さっきのほらでかい方の長寿梅はここ、あ、長寿梅は大きいのもあります、うん、これはあの根巻きになります、うんうん、根巻き2種類、こっちはね産地が違うんだ、作ってる業者さん、うんうん、これは違うのね。こっちは針金かかってるんだそうというわけで、木はいっぱい見せてもらいましたけど鉢も実はいっぱいあって、はい、まだ、ね、値段がついてないということで写すのはちょっと控えさせていただきました。 そのぐらい結構すごいのもいろいろあると面白いのがいっぱいあります。安いのから、うん、安いのから、うん、でもうちの高いのっつってもね、うんうんうん、月の優先とか出てこないんで大丈夫です、はい、でも結構すごそうなのをちょっと見せてもらいました。西門さんおうち頑張りましょう。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。なんか宣伝だけだよね。